ソチ五輪のフィギュアスケート女子で、ロシアのアデリナ、ソトニコワが、金メダル、韓国のキムヨナが銀メダルとなったことに、対し、韓国では、開催地のロシア B 級の、判定のせいだ、との反発が、広がっている。世界的な署名運動サイトでは韓国人を、中心に、国際スケート連盟に判定の、調査と最新さを求める署名運動が、始まり、21日午後時点で、100万人を超えた。韓国有刊紙の文化日報は一面トップに、盗まれた女王の金、との、見出しを立て、海外メディアや元選手の、コメントなどを引用して判定に、疑問を呈する記事を掲載。プーチン大統領の影響力が、作用した、という分析も、載せた。韓国内のサイトでは、キムヨナに、国民メダル、を、作成し、贈呈するために1000万ウォン、約96万円、を、集める募金運動も登場した。この記事に対して、2チャンネルでは、署名を500番集めると、採点をもう1回やり直しになるらしいぞ。ソチにメダルを盗まれたキムヨナ像でも、立てろ。採点のやり直ししたら、キムヨナはメダルなしになるのに、韓国だけでやってろ。迷惑だから出てくるな。メディアがギャーギャー扇動してんだな。国挙げて発狂中。本当に、単細胞な民族だわ。ひがみ根性丸出しの民族ですね。など、キムヨナには全く興味がないようだ。ソチ五輪のフィギュアスケート女子で、ロシアのアデリナ、ソトニコワが、金メダル、韓国のキムヨナが銀メダルとなったことに、対し、韓国では、開催地のロシア B 級の、判定のせいだ、との反発が、広がっている。世界的な署名運動サイトでは韓国人を、中心に、国際スケート連盟に判定の、